皆さんこんにちは今日は関係代名詞「which」について勉強します関係代名詞「who」は人のあとに置きますが物動物の場合は関係代名詞「which」を使います The cup cup と is on the desk 机の上にある お関係代名詞で接続してみましょう。カップがものなので、関係代名詞、which で接続します。関係代名詞と語句の部分が、前の名詞である the cup を修飾していますね。名詞と関係代名詞と他の語句、文の順番になります。 the the which desk cup is on the desk. で机の上にあるカップという意味になります The cat 猫と comes to my house. 私の家に来るを関係代名詞で接続してみましょう猫が動物なので関係代名詞 which で接続します 関係代名詞と語句の部分が前の名詞である the cat を修飾していますね名詞と関係代名詞と他の語句文の順番になります The cat which comes to my house で私の家に来る猫という意味になります Tables テーブルと a made of wood of 木製の木で作られているを関係代名詞で接続してみましょう Tables がものなので関係代名詞 which で接続します関係代名詞とごくの部分が前の名詞である Tables を就職していますね名詞と関係代名詞と

Cars which were made in Japan. 白く塗られた家々 Houses which are painted white. 高く飛ぶ馬。The horse which jumps very high. その古い家に住むネズミ。Mice which live in the old house? Let's review! 復習しましょう関係代名詞 who は人の後に置くが物、動物の場合は関係代名詞 which を使う the cup which is on the desk 名詞と関係代名詞と他の語句の順番で 机の上にあるカップとなる The cat which comes to my house 名詞と関係代名詞と他の語句の順番で私の家に来る猫となる Tables which are made of wood 名詞と関係代名詞と他の語句の順番で木製の木で作られているテーブルとなる TheEnd どこでも勉強、com.